レグニッツ・ローザウは、バイエルン州、オーバー・フランケン行政管区、ホーフ郡に属する、マチソン。この町のヒンタープレックス地区は、チェコ・フランケンザクセンの3つの境界に位置する、ホクトラントに属する。この自治体は、チェコ・ドイツの友好連盟である、フロインデイム・ヘルツェにユーロパスを構成する、自治体の一つである。この町は、公式には31の地区からなる。このうち、 孤立農場などを除く集落を以下に列記する。1234年に、ラテン語でデ、デロソンと名乗る3人の貴族について記述されているのが、書室である。カンデーダス・デロソン、アーネルダス・デロソン、サバンデ・デロソンが、その3人である。現在の名称、レグニッツ・ローザウは、レグニッツ側が、ザーレ川に注ぎ込むことに由来する。レグニッツ・ローザウは、 連邦アウトバーン A93 沿いに位置し、インターチェンジがある。フランクフルトアムマイニエの便がある方富、プラウエン空港は、レグニッツローザウから 15km の位置にある。ありがとうございます。